八村凛太郎、初主演映画で苦手なホラー挑戦。不安です。原作者コメントイラストに感激ダンスボーカルグループ。WATWING の八村凛太郎。25。と俳優の柳俊太郎。33。柳イコール9辞退。が24日。都内で行われた W 主演映画。他人は地獄だ。11月15日公開。完成披露舞台挨拶に登壇。 映画初主演の八村が心境を語った。写真、可愛いい、顔ダンス、を披露した八村凛太郎。会場を見渡した八村は、目の前に皆さんがいてこれから上映されるのが想像つかないくらいのスピード感だったのですが、新鮮でしたとしみじみ。ホラー苦手なんですよ。その世界の中にちゃんと溶けているか不安ですと率直な思いを漏らしつつ。 面白い話にはなっていると思うので、皆さん楽しみにしてくださいと期待を高めた。また、原作者からは上映を祝福する書き下ろしイラストとコメントが送られた。イラストを見た八村は、ちょいちょいちょい、めちゃくちゃ怖いじゃんと絶句。原作を学生時代に読んでいたんです。俺、マジで苦手なんですが、怖いもの見たさで見たら、絵のタッチも不気味だし、話も怖いし、 途中で挫折していていでもインパクトには残っていてお話が来た時につながりましたと同作との縁を明かした続けて八村は絵になってみると良いっすね先生に描いてもらえるなんて贅沢でありがたいですと感激柳もおっしゃる通り俺こんな顔してたっけなぁと雰囲気漂うイラストに釘付けになって